このようなあの状況の中、志賀さんにお招きいただき、たくさん あのファンの皆さんの前で、今シーズン初めてチームとして、プレーをすることができた、最高の環境であの試合をさせていただけたことということは、まず志賀 の関係者の皆さん、そして今日お越しになった皆さん、そして、まあライブ等を見ていただいた皆さんに感謝しています。はい、それでは、皆さんが質問をお願いします。ご質問の方がいらっしゃるので、お疲れ様でした。先ほどその長崎がやりたいバスケットっていうふうにおっしゃってたんですけども、それをこのレギュラーシーズンに向けてもっともっと体現していくにあたって、選手の皆さんにどういったことを期待されますか？選手のみんなにもっとハードにプレーをすることですね。我々は試合のある時間だけではなくて、すべて40分間すべてで長崎のアグレッシブさだったりハードなプレーするという体現を、したいと考えています。それを、レギュラーシーズンすべてやっていきたいと思っているので、それが体現できるようにまた練習でハードにやるということが唯一の答えなのかなというふうに思っているので、また長崎に帰ってハードに練習していきたいと思います。ありがとうございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、241でした。